くだらないことで病むと言ってたんですが、最近どんなことで病みましたか？お、最近病んだんですか？もともと病み体質で、だいぶポジティブな感じになって病まんくなったんだけど、でも今まあ現在進行形で東海オンエアので病んでますね。でもそんな急に出張中に闇が重なったりするとめんどくさくないですか？去年の10月とかもういろいろ重なりすぎて、うん、もう本当に嫌になって、あの動画の編集しながら泣きながら編集しました。編集もう丸投げしていいんじゃないですか？いやでもなんか期限とか迫っとるしみたいな感じ、追い込まれとるし、他のことでも嫌なことあったし、はいはい、重なってうわーって泣きながらおもろい動画作ってました。え、それ自分で見ておもろって思えるんですか？その泣きながらこうやってる時に。いや思えなくて、思えないのもしんどくって、もう悪循環っていうかが続いて、もうなんとか完成して出したらファンの子が面白いって言ってくれたから、それで安定した。そのなんか闇のコントロールは年取るにつれて結構上手くなってくるんですか、それとも突然来るんですか？いやでも上手くなりましたよ。もう昔はほんまにすごかったから、ちょっともうなんか言われただけでも傷ついて考え込んでって感じだったけど、もう最近はもう人は人っていう、まあ言っとるけど、まあなんか言っとるな程度に思えるようにはなったけど、はいはい、積み重なったら、数が多かったらちょっと数なんすか？そうです。なんかこんなにも多くの人がうちの悪い意見に賛同しとるって思ったらやめますね。一人の人が言っとんだったら、あこいつなんか言っとるで済むけど、みんなそう思っとったらみたいな感じになって。おでも初期のそのなんか数万人登録とかだとコメントもなんか100とかじゃないですか。でもその200万登録とかになるとその1000とか、いやコメントの量莫大に増えていくじゃないですか、うん、そしたらもう昔は全然少なかったから、昔やまなかったかっていうと、でもそうでもないですよね。いや最初はめっちゃ批判されましたよ。もうとにかくブサイクで、もう顔が本当に生理的に無理ってめちゃめちゃ書かれました。でも人って慣れるんですよ。はいはいはい、あこれは読んだことあるから大丈夫みたいな。あのなんかあのブスって慣れるっていうじゃないですか。その心理にまんまとみんな乗っかってるんです、うん、あそうなの。え、じゃあある程度その容姿に関してのその嫌がらせの言葉はもう大体どっかで見たことある言葉ぐらいで、あこんな攻め方あるんだみたいなのってもうあんまりない感じなんですか？そうですね。だからもうほんまに容姿に関しては生理的に無理とかブスとかそういうのなんだけど、うんうん、子育て論じゃないけどそういうことを言われたら、これは正解もないですしね、あとお前らには分かんねえだろみたいな、うん、そうそう、いちいちこっちも全部言ってないしわざわざ、うん、はいはい、そこを突かれたらめんどくさいってなっちゃう。そういうのでも受け止めちゃうんですね。受け止めてはないけど、まあ、こっちはちゃんとやってますからっていうメンタルです。あなんかほらその全然知らない赤の他人がその、うん、なんか想像上の情報で何か言ってても、あこの人はそう考えるんだっていうので、なんかあんまり僕は気にならないんですよ、うん、もう A 型じゃし、うん、なんかそれこそ今なんかよくあることは HSP みたいな、なんか考えすぎた、はいはいはい、多分あれっぽい感じなんですよ、うん、勝手に想像して被害妄想じゃなきゃ、はいはいはい、結構しちゃう人なんで、うん、それで大きくなっていきますね妄想が、はい、あまあでも多分それがあるからいろんな人と会ってこう話をしてっていうのでうまくポジションを取ったりっていうのが観察力が強すぎるせいで、うん、結果としてそれが良、ねうん、まあ、くも悪くもって感じなんだけど。でお父さんお母さんも割とそういう観察力強いタイプなんですか？うちのお母さん、ママの方は結構そのタイプで、パパ B 型なんで何も考えてないです。違いますね、 B 型しょうがないですね。そうなんです。それなりの人が化粧して、うん、まあこの程度までいければ十分だよね。あそう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 、ここまでうちでもなれるんだから、はい、みんなもなれるよっていう。はあ、でも逆に言うとじゃあマータさんが化粧めちゃめちゃ上手くなっちゃって、あれ綺麗なんじゃねってなったらファンが逃げてくるんですか？いやだからあの整形とかもできんくなっとる、うん、ちょっとそっか。そう確かに整形したら一発ですもんね。あそうそう、もうブスなまんまで追ってほしいって人がやっぱ多くって。そっかそっか、じゃあもうなんか整形してそのすっぴんになってもあれ二重じゃんとかになると、うん、もうだったらもうダメない。はあ、そういう呪いを抱えてるんですね。じゃあそうです、もう呪縛です、呪縛。あじゃあ あくまでその化粧品だけでなんとかやって、うん、そのブサイクにはいつでも戻れる状態じゃないとファンは許してくれない。そうそうそう、5秒で直せる状態に常に追っとかんとダメみたいな。まあ、確かにね、まあ、言っちゃ悪いですけど絵面にブサイクいるとかっこよく見えたり可愛く見えますもんね、うんうん、そうそう、だからその青ラブのメンバーのカスちゃんはすごい可愛いんですよ、うん、でそれがより可愛く見えちゃうみたいな。そうで、こうバランスが取れてるんですよ。あなんかかすみちゃんにブサイクなメイクを、カスちゃんです、カスさんにブサイクなメイクをするっていうのはできないんですか？
あ、無理です。あの元が良すぎるんで、もうどうにもこうにも。ブサイクを綺麗にするとかっていうのは化粧でできるんですけど、うん、美人をブサイクにするって化粧でも難しいんですか？うん、やっぱもう美人な人って骨格から違うんですよ、やっぱ。あ、骨なんだ。骨ですね。ブスって何がブスって、やっぱ骨格とパーツ位置がブサイクにさしてるんで、もうどパーツ位置とか動かせないじゃないですか。そうですね、もう骨だしね。そう、もう場所決まってて、多少お絵描きしても場所は変わんないからね。そうそうそう、だから無理なんですよね。今日の対談内容のまとめです。まあ、タソさんは闇体質なので、皆さんアンチコメントするときはほどほどにしといた方がいいですよ。まあ、タソさんよくそれで YouTube やれてますね。優秀ですね。化粧でブスを美人にはできるが、化粧で美人をブスにすることはできないっす。何事も土台、基盤が大切なんですね。正直言って、ブスイコール、まあ、タソさんみたいな、イメージがついてしまって、整形したいにもできない状態です。そんなことより、まあ、タソさん、ご結婚おめでとうございます。面白かったら、SNS などでシェアしていただけたら幸いです。チャンネル登録よろしくお願いします。